渋川市指定史跡ハワイ王国皇嗣別邸昭和60年10月1日指定です。この建物はハワイ州が独立国だった当時明治31年1898年までの駐日皇嗣ロバート・ウォーカー・アルウィンが所有し別邸として使用したもので、伊香保の人たちはアルウィンさんの別荘と親しみを込めて呼んでいました。日本からハワイに、簡約移民が渡って昭和60年1985年に100年を迎えたことを記念し、ハワイ独立国当時の伊香保との交流を示す貴重な国際交流資料として史跡指定されました。なるほど。じゃあ下の英訳も読みますか。大丈夫でしょうか。This building was owned and used as a summer villa by Robert Walker Arwin, Hawaiian minister resident to Japan, at the time when Hawaii was still an independent country. Mr. Arwin's villa, as it was affectionately called by locals, constitutes a precious source about international exchange, showing the interaction between Ikaho and independent Hawaii. It was designed a historic site in 1985 as the 100th anniversary of Kanyaku Imin. The government contracted Japanese immigration to Hawaii.実際にね、どんな建物か、こちらなんですけどね、なんか上がれるみたいですよ。ね。どうぞ。はい、すいませんね。いらっしゃいませ。はい。どんな建物かな。ほほう。こんな綺麗な床。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。じゃあトイレットルームかな。おお。かなり風通しがいいですね。そうです。あれなんです。立ってた場所もこの場所でずっとここなんですか。え、立ってた場所もここのままなんですか。いえ、立てた場所はここなんです。だけど一時この坂の途中に、あったんですよ。あ、そうですか。この坂の途中のその木のところにあるこの駐車の下になりますけどもね、はい、そこへ平成22年こちらの方に来ましたから、それまでそちらの方で。どうでしたか。それでまたもっといい声戻ってきたって感じです、ね、すごいですね。そうです。でここで今まではこうカムソルさんという旅館がありました。旅館があったんだ。そうです。そこが撤退しましたんで、それで、また石段もまたそこからこっちがつながりまして、また部分的にこう観光が拡大しましたんで。そうですね。それでここへ平らなところというのをこの頃移して、でそちらの建物はこちら使った遺品なんですけど、全部前はこちらの方へ全部展示してあったんです。あ、なるほど。でこちらに移すに従って今度はそれは別にして、また新しく建物を建てました。なるほど。どうぞ向こうも見てください。はい、はい、ありがとうございました。どうぞ2階もありますよ。はい、どうぞ2階も上がって、はい、よく景色など撮ってみてください。じゃあね。
三河の座敷の部屋になってますから。なるほど、はい、ちょっと階段があの急ですから。あ、大丈夫ですよ。気をつけて上がってってください。はい、昔の階段ですから。本当かなり急ですね。そうです。もう目の前にすぐに板がある。これはね、下りの方が怖いかもしれません。カヤしてる間にもう11時半のオープニングパレードが始まる時間になってます。いやー、ハワイアンの衣装はカラフルでいいですね。今まさにイカホハワイアンフェスティバルのオープニングパレードが始まろうとしています。では私もいい場所を取りに行きましょうかね。